なんかさっき言ってたじゃないですか、2人が喋ったことない人と喋れたらいいけど、うん、2人がね連絡先知らないから無理だよねって言ってたから、うん、よし、じゃああと僕ちょっとね1人、あの実は僕もほぼ喋ったことないのに今回無理やりお願いしてですね、僕も実はめちゃめちゃ仲いいわけじゃなくて敬語でまだ全然喋ってるっていうかチャットしかほぼしたことないんですけど、ちょっと今そんなと呼べるのかなとちゃん、もうね2人のためにね、頑張りましたよということでね、喋ったことねえ二次三次のあの方なんでね、今死ぬ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 無理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 死ぬ死ぬ言ってるけど、いや緊張してるみたい、やっぱりね、オッケーオッケー、わかった、ありがとうかなた、ありがとうかなた、ではでは頑張ってください、ちょっとありがとう、でも緊張してきた、来ましたよ、じゃあちょっと自己紹介お願いします、輝く一番星の星川さらです、なんか声がプルプルですけども、大丈夫ですか、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます、マジ本物なんだけど、やばい、なんだこちらこそ本物こちら、え、立ち絵でかっ、何してんの、立ち絵でけえの送ってきたのだから、え、あなたが送ったんですよ、このでかい立ち絵送ってきたから、うまやばいんだけど、かなたさんやばすぎなんだけど、いや、なんか初めましてですけど、初めまして、初めまして、星川さら、いやでもね、あの星川さんはファントークイベントやっこんな、星川さんはね、あのね、マリンのね、マリバコ踊ってくれてたんですよ。え、そうなの？めちゃくちゃ、めちゃくちゃ好きとか見てくれたんですか？え、見ました、見ました。もちろん、え、歌枠とかもね、結構聞きましたし。うわー、嬉しい！嬉しい！反応おもろいな、反応めちゃめちゃおもろい。めちゃめちゃ面白いぞ。え、なんか、ペコーラファミマの、うん、あのコラボの二三位さんの今やってる9時のやつ、あの、うん、1個引こうかなって思ってまだ買えてないんですけど、あの、うん、あのコラボしてるのを 見てます、そんなのアピールになんねえよペコーラ、お前見てくれたんだよね、ありがとう、ありがとう、見てくれただけで嬉しい、今度今日終わったら買いに行きますんで、あげます、100個あげます、もう全然は、そんなん言ったらマリンだってな、あの星川さんがハニーワークスとコラボして今曲出してん知ってんだからな、アルバム出してんだよ、そうなの、いや、そんな今日死ぬあれ、一応二次三次さんのライバーさんですよね、星川さん一般女子みたいな反応だけど、一般女子みたいな反応ですけど、一般女子か、もしかしてこれ、でもなんか気持ちよくない、ペコラたちが逆になる、こんな反応してくれるの気持ちいいな、ここじゃあ、なんかファンと喋ったことないんですか、あるけど、でもこのテンションではやっぱ来ないじゃん、なんか確かに来ないわやっぱファンってなんか、あ、どもどもみたいな、どもみたいな感じの喋ることを忘れちゃったっていうのは多いけどさ、飛んじゃった、ティハハみたいな感じだけど、ティハハで、星川さんもテンション爆高いのだって、いや、もう死んじゃいそう、ごめん、落ち着きます嬉しい、そんなテンションとかで来てくれるの嬉しくない、なんかめちゃくちゃ好きだもん、ホロライブ、ほんと、え、ほんとですか、誰が好きなのかな、ハーチャじゃないの、ハーチャじゃないの、いや、ハーチャマ、ダチ、ハーチャマダチなんだよ、あ、そっか、いや、そうなんすよね、ダチもハーチャマなんすよね、そう、ダチだから、え、やっぱ推しは推し、推しは推しは、うわぁ、推し一番ってむずいなぁ、でもやっぱあれっすね、マリン船長かな、やめぇぇぇぇぇ、言いづれ、言いづれ、ちょっとサラちゃん、ちょっとでも、いや、星川さん安心してください、今までここまで本当になんか今いっぱい12人いるんですけど、はい、で、マリンを選んでくれた人間本当にね、あの、2人だね、え、マジで不人気で、やばいほど不人気なんで、助かりました、2人とも人気ってことですよ、それは、違い、え、ちょ、あれ、あれじゃない、付き合うなら、推し付き合いたい、推しじゃないじゃない、付き合うなら、どうなの、付き合うならという観点でいくと、それはね、絶対にペコラさんっすね、ノーえ、理由をさ、述べてもらってもいいか、え、マリン船長は誰にでもデレデレするじゃないですか、それな、そこじゃないよな、やっぱそこなんだ、やっぱペコラさんは星川にだけ
ら甘々になってくれそうだからっていうとこかな。するよサラちゃん甘々だよ。キモいキモい。かわいい。何がキメーだ、おかしいんだよ。だろいやマリンだって今特定の相手がいないから全方位に適当に愛を振りまいてるけどね、うん、一人に決まればもう一本に絞りますよちゃんと。いや無理無理だって、もう星川が付き合ったらそんな服着てほしくない、おっぱいチラ見えしてるやつ。無理無理無理。いやいや、じゃあじゃあ隠す隠す、全然隠すよこれ。え、隠せるんですかそれ。え、ちょっと待って、なんとかなんとかなんないかな。でもちょそれもエロいな、それもエロいけどな。うエロ。ダメダメ、よりアウトになったんですけど。あ、よりアウト。あ、よりアウトか。え、でもでも逆にね、これ欲求不満でこうやってさ肌をチラ見せしてるだけだからね。星川さんがマリンを気持ちよくしてくれるならもうやめる、こういうの。やだ、ペコロさん助けて。やだ、星川ペコロさんがいい。やっぱ推しとは付き合えば違うんじゃないか、マリン。さすがに。なるほどね。まあでも推されてるならまあそれはそれでいいが、付き合えないとしても、そうだよ、推し活よろしくな。やった平和に終わった。うまいな、かばし方がうまい、ね、うまいフォローうまいこだわ。誰も傷つかない終わり方してるもん、すごいよ。うん、うまいね。今までちょっとかわいいってよ、さらちゃん。好きだな、かなり好きだ。好きだってよ。まだ緊張してて全然喋れん、おしこ。まだ緊張してるっすか。してるよ。え、かなりかわいい。なんか相手が緊張してるとこっち緊張しなくなるべこだの、不思議と、うん、なんかまあまあ落ち着きたまえみたいになってくる。スイちゃんとかそれこそ初めて曲突してくれた時とかありましたね。そう話せたんですけど、二人はちょっと無理かもしれない。おぉ、そんなに推しなんだ。え、マリン、お前相当されとるぞ、それ。いや、まったく。サラ、どうしてほしいんだ。ん、どうしてほしい。何してほしいか、言ってごらん。もうやめて、やめて、話しかけないで。話しかけない。話しかけない。めっちゃ、マチュリは星川激推ししてるけど、その、うん、その星川はマリン推してんだよな。マチュリ、ごめんな。寝ちゃってまったよ。ちょ、あの、今からマチュリに星川の裸の写真送るわ。何やってんだよ。やばいやばい、亀裂入る。亀裂入る。めちゃめちゃ可愛いね。これからもちょっと仲良くしたいな。ねえ、一方的に見てますと。いやいやいや、こっちも見てますよ。いちいちリアクションが重すぎるみたいだな。え、でもなんかさ、初回のこのさ、新鮮なさ、このキャーって言ってくれてる反応がさ、だんだん話すにつれてさ、うん、どんどん塩対応になってくのかと思ってドキドキしてきたな。いや、慣れないよ。無理だよ、慣れないな。いや、絶対慣れるな、サラちゃんは。今のめっちゃ可愛いね。無理だよ、慣れない。うん、かわい。これ、ハニワに曲にしてもらおうぜ、この今の。推しと喋るなんて無理だよ、みたいな。ありそう、ありそう、いいペコじゃん。かわいい。かわいい。めっちゃ好きだ。ありがとう。いや、遺言だね。最後の一言。え、これからもね、なんかやりましょうね。話したり。話す。応援してます。じゃあね、コラボとかしましょう。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。いや、めちゃめちゃ可愛い。いや、めちゃめちゃお前推しやん。リアクションでかくて気持ちよくなっちゃった、マジで。一言喋るだけで、ヒャーって。あんなんされたら、それ気持ちよくなるわ。あれは。嬉しいなぁ。嬉しいね。イエーイ。はい、はい、ポンポン。せーの、ゴーゴーレッツゴー。